私の名前はビリー・リチャードソン。今日は楽しかったな。ええ、とっても。スコットランドの小さな村に妻のローザと二人で暮らしている。買い物からの帰り道、岩の多い海沿いに差し掛かった時、今あそこで何か動かなかった？え、どこどこ？ほら、あそこ。妻が妙なことを言い出した。私は妻が指差したあたりの岩をランタンで照らした。野犬だったら厄介だな。火の用意をしておくか。だがそこから現れたのは犬よりもはるかに恐ろしい奴らだったんだ。なんだお前らは。人とは思えないほど不気味な姿をした異形の化け物たち。奴らは私に見つかったと知るや否や、おたけびを上げて襲いかかってきたんだ。私は身を守るために剣を抜いて戦った。クソ、寄るな化け物どもめ。幸い一人一人は大した力がない、これなら戦えると思ったんだが、いやー助けて。なんと私が応戦している間に奴らは馬上の妻に群がっていたんだ。私は必死で妻の助けに向かおうとした。だがローザ、クソ、どき上がれ。奴らが邪魔で全く近づくことができない。そして奴らは馬から引きずり下ろした妻を、いやー、やめろー、全くの容赦なく蹂躙したんだ。そして手にした刃物で妻の喉を切り裂いた。明らかな致命傷だった。その時点で妻は即死だった。無残な姿にされた妻を前に戦意喪失した私は膝から崩れ落ちた。ローザ、そんな、もう抵抗する気力なんてなかった。私の周りには奴らが群がり始めている。ローザ、私もすぐにそっちに行くよ。もう生きる気力もない。妻の後を追うと覚悟を決めた。その時だった。向こうから悲鳴が聞こえたぞ。はい、何か来てくれ。近くの村の住民たちが通りかかったのだ。その数を見て部が悪いと踏んだのか、奴らは死んだ妻の体を持ち去り闇に消えていった。おい、あんた何があったんだ。妻が殺されたんだ。死体も持っていかれてしまった。なんだって、あの化け物どもが。私は愛する妻を目の前で殺され、絶望のどん底に叩き落とされた。私はこの凄惨な事件を人々に伝えた。近々の人々に警鐘を鳴らすためだ。奴らは人間のようだが異形の形をしていたんだ。妻は無残に殺されてしまった。なんということだ。あまりに衝撃的な内容だったため、この噂はどんどん広まっていき、ついには国王の前で証言するまでに至った。リチャードソン、その時のことを詳しく話すがよい。はは、私が愛する妻と馬に乗りキロについていた時、自分が経験したことの全てを王に伝えると、王も涙を流していた。だがなぜ急にこんなに大事になったのか。それには同じ時期に国中で噂になっていた隣町の商人が何人もいなくなったんだって。怖いわね。山賊でもいるのかしら。失踪事件が関係していたんだ。国も事件の捜査はしていたのだが、犯人はまだ見つけられんのか。申し訳ありません。目撃者も一切発見できない状態でして、ろくな手がかりも見つけられず途方に暮れていたそうだ。それもそのはず、奴らは目撃者を必ず殺していた。助けてくれ。そしてその死体は必ず持ち帰っていた。そのため一切の証言も証拠も存在しなかったのだ。そこにこの事件の当事者にして唯一の生き残りである私が現れた。そちの話すべて信じよう。恨みを晴らす、その街道に案内せよ。ははっ、ありがたき幸せ。きっと王もこの問題を重く捉えていたのだろう。俺の名前はアレクサンダー・ビーン。スコットランドで生活している。もともと俺は廃棄物処理などをする父の仕事を手伝っていたが、真面目にやらないのなら出て行け。上等だ。父と喧嘩し家を飛び出した。俺は海岸の近くでイザベラという女性に出会った。君に出会うためにこの世に生を受けたと思う。アレク、私もよ。ずっとそばにいて。俺たちは互いの存在に運命を感じた。だが二人で暮らしていく家がない。俺は周辺で住処を探索した。そしてイザベラ、ここに住もう。ここなら生活できる。洞窟。海岸近くの洞窟を見つけ、ここで暮らすようになった。この洞窟の入り口は満潮時に海面下に隠れる。ここならひっそりと暮らせそうだな。アレクと一緒にいれるなら場所を問わないわ。人目に触れにくい場所を選んだ。愛が深まっていく一方で俺たちには金がない。アレク、お腹が空いたわ。そうだよな、何とかしよう。だがイザベラと一時も離れたくない。そこで俺は人の道を外れる決心をした。俺は海岸近くを徘徊し、通りすがる旅人に襲いかかったんだ。おい、やめろ。首を絞め殺害し、金品を奪って日々の生計を立てていった。俺は犯行が誰にもバレないように襲った相手を殺害した後、よいしょ、遺体を必ず洞窟に持ち帰ってから金品を奪うようにした。
そんな毎日を繰り返していたが、奪った金品だけでは生活ができなくなり、イザベラ、食べるか。うん。こうして俺たちはもはや人ではなくなった。やがて子供たちが大きくなると、それじゃあ行ってくるね。殺害を繰り返し、子供たちを養ったのだ。ソニー・ビーン家が大家族になってから、国内で次々行方不明者が増え始め、国家問題となった。後日、国王は軍隊を連れて私たちが襲われた街道に向かった。この辺りか。よし、くまなく探せ。はっ。国家を挙げて最強の兵士を動員していた。彼らが街道沿いの岩場を念入りに調べたところ、なんだこの洞窟は。すぐに陛下にお知らせせねば。巨大な洞窟を発見した。洞窟の中には凄まじい臭気が漂っていた。くさい。なんなんだここは。うえ。それもそのはず、洞窟の中は死体であふれかえっていたんだ。のすることじゃない。ここには悪魔が住んでいるとでも言うのか。数えきれないほどの人間がここで殺されたことは明らかだった。そして兵士たちが洞窟から出たその時だった。いや、なんだこいつらは。例の化け物たちが束になって襲いかかってきたんだ。狂ったような奇声を上げ、狂気を振るう化け物たち。迎え撃て。おお。兵士たちは体勢を整え、迎撃の体勢に入った。こんな姿をしているが、こいつらは人間なのだ。この化け物め。あまりにも狭い範囲で荒廃を繰り返したため、化け物のような見た目になってしまったのだ。そしてこの異形の集団を生み出した張本人は、数十年前に姿を消した連続通り魔アレクサンダー・ソニー・ビーンとその妻だった。彼らの間には8人の息子と6人の娘が生まれた。さらには孫も生まれ。お前たち、通りがかった人間を殺して物を奪うんだよ。最終的に3世代で48人の大所帯となった。48人ともなるとますます食料が必要だ。奴らは夜な夜な外に繰り出し、ひゃー、大勢の人々を襲う殺人集団になった。被害者は1500人を超えた。しかし奴らも所詮は人間だ。訓練された軍隊にかなうわけもない。弱いぞこいつら。うお、圧倒的戦力で完全に制圧され、最後はあえなく全員捕らえられた。貴様らは人間ではない。絶対に許さんぞ。くそ。こいつらは後にも先にもない史上最悪の殺人一家だった。その後ビーン一家は死刑を宣告され、全員が火炙りの刑に処された。その罪の重さから弱火でじわじわと焼き殺された。それでも私は許せない。妻の苦しみや1500人の被害者のことを考えればぬるすぎる。地獄に行ってももう一度殺しに行ってやるからな。こいつらは万死に値する。一回死んだくらいで許されると思うなよ。